ございます。危ない、普通に爆睡でした。はよ、みんながすっぴんが見たいって言うから。あんまりメイクしてません。で、朝は6時半ぐらいに起きて、たかしとか、あと、たかしとあおちゃんと、あとひろかとかの配信を行ったり来たりしながら、なんかハゲてるみたいだけど寝癖だったから結んでるだけです。あーよ、ハゲてないっすね。行ったり来たりしてるの。飛び出した町と憧れた町。おはようございます。めっちゃでっかいアラームかけてました。うわー、いろいろありがとう。うわー、レインボースターがありがとう。風年中鼻づまりです。あ、今日は少しはあんまりしないでください。少しはあんまりどうだろうって感じですね。時間研修必須ね。寝坊したらどうしようかと思った、本当に。はい、他の子のルーム行くと何かいつもとは違う形の配信してて、何か新鮮。たかしはいつも通り、何かいつも通りだったけど焼きそば食べた。何かいい感じ、この期間。おはようございます。焼きそば配信とか言っておしないがんでしょ。お疲れ様。いつも焼きそばは違う。それは嘘。そう、個性が出る。なんかめちゃめちゃいい感じ。何がって感じで。まあ、クマありがとう、大さん。かわいい。うわ、おはよう。うわ、ノリさんもクマありがとう。かわいいね。うん。鼻水がね、無理ね、止まんないね。予期せイベント DM メンバーでね、ちょっと恥ずかしいけどね。やっほい。そう、この配信始める前にも2回ぐらいくしゃみが出ました。ダクションダクションとか言って、よし出たから始めようと思って。今日はあなちゃんに怒られない。昨日怒ったっけ、ん、昨日なんかあったっけ。大魔王やめなさい。
ああそうだ、ああとしさん僕もありがとうございます。あのあき朝は終わった歌えないかな、ちょっとそのなんていうか声が出ないってことで、何を落としたんだっけ、あ1600人もうとあのと突破 しました。あーのりさんもありがとう、あのありがとうございます。もうです、この機会行ったらいいなって話したのにもう1600人フォロワーさんが超えてたので、ありがとうございます。記念配信などは何をすればいいのかわからないので特に考えていなかったのですが、ありがとうございますという胸を伝えようと思いまして、はい、うわありがとう、みんなパチパチも虹もありがとう、嬉しい。すごい天気悪いな、すごい天気悪いな、風がビュン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 してます。コスプレ希望しません、コスプレは。あ、松田さんもくもありがとうね。次は1800、いや1700人を目指して、コスプレないですまず。お姉に借りるしかないぐらい。でもそれはね、おしゃべり会があった時にって感じだから、配信ではしない。オンラインとオフラインがあったらすると思います、多分。ね、待ち遠しい。コスプレじゃない制服は学校バレちゃうのでダメですね。おはよう、おはよう、朝からいっぱいありがとうございます。ワニにはならないです。アンナのワニって何、アンナのワニって何、ワニを飼った覚えはないですね。今日は8時までやります。あいや、ワニは激変でうるそうなんだよ、さっき。優秀だ、わあ5位だ、おいしい。トリコに対抗して何を対抗したんだい、素直にしてほしいな。対抗しないで、郷に入るも郷に従わなければいけないので、アンナのトリコにしてください。5位ですね、嬉しい。今日の夜はしっかりメイクをしたいと思います。あ、おはよう、ごめんありがとう。薄着みたい、これはよ、裏起毛です。ほら見えないね、裏起毛なんであったかいです。なあだ、目がしっぱしっぱするわね。新潟ね、まだ朝は寒いっすね。あ、あったかいね、裏木元。
なんか意味が違ってくるね。おはようおはようだけ1時間言う配信になりそう。あ、懐かしソング。おはよう、おねえはさっき起きたと思います。わかんない、寝てんのかな。多分起きて、ちょっと巻けばよかったかな。昨日は上で今日は下でお団子して、おねえと15分だけね。もういいよ、45分できる。こちらの営業妨害ですね、先に始めているので。眠い。まさかありがとうね。まささんありがとうね。こちらこそって感じですね。忙しいだろうにさ、まさなんて見に来てくれてありがとう。あよー、あー、今日も今日とてーって感じで。うん、太陽さんさ、朝食は食べた？朝ごはんは食べない派ですね、基本は。公園の前座がある日とかは食べたりします。食べるようにやれてたい。その通り。バキュン。じゃーん、アナのトリコ。果物とコーヒー合うの？それは甘さと苦いのって合うの？コーヒー飲めませんけど、私は。なんかつけてくれる人が体感増えてきてる気がして大変嬉しゅうございます。うん、コーヒーにミルク入れ、ミルクだけじゃ嫌だ。ミルクと砂糖入れないと嫌だ。昨日壇上を読むときにこのファンマークがをつけてくださってる方がもういっぱいいるなと思って嬉しくなりました。唇に色ないな。ふう、はよ。今日何も話すこともなくて、話すことがなくて、なんか何しようかなって感じなんですけど。ねえ、あと45分。あ、お腹鳴った。何を話そうかなと思って、
増す。何しようかなって。朝だし歌も歌えない。めっちゃ首が歌も歌えないから。イベント用のハッシュタグ、あ、テロップ忘れた。ハッシュタグってなんすか。おはようで、これっておはようならつける意味あるのかってぐらいですよね。はい、まあ、つけないようにね。イベントの時にネタとか、ネタとかやめて話す。まあ仲なるわ。え、何にもない。そんなハッシュタグはどうしよう。みんなが決めて。え、ラジオ体操懐かしい。小学校の時さ、近くの公園とかさ、学校に行ってさ、そのなんだっけあ、スタンプをしてさ、で、おはよう最終日とかにお菓子もらえるやつみたいな、夏休みチャレンジだよね。朝6時ぐらいじゃん、ラジオ体操って。解禁はしてなかったですね。1、2回行けない日があったような気がする、毎回まあそれもそれ、うん。おはよう。ごめんお母さんに起こしてもらって、あんたラジオ体操行かなくていいのとか言ってあ、行く行きますよつって。起こしてもらわなきゃいけなかったって感じ6年生になるとその団地とかのラジオ体操で前で踊らなきゃっていうか前で体操しなきゃいけないから、その時はほぼ毎日行ったのかな。涙出てきた、眠くてあ、涙が悲しいわけじゃないです。眠い、あくびしすぎた。割れちゃった。みんななんか話して丸投げ。わあ、最近料理？え、なんだろう。え、オムライスが最新かも。
きゅうりが食べたくて最近、あとピーマンの肉詰めを作りたいです。でもうちにはピーマンがない、だから作れない。ピーマンがないからピーマンの肉詰め食べれない。料理得意？普通。得意というか好きって感じ。椎茸は苦手です。キノコはそんなに。あああ、そう、キノコがあんまりね好きじゃないもんで。ああどこでしょう。よし、あと進まない。行って。キノコ全般、舞茸食べれるくらいかも。わあ、ありがたわじゃん。え、いつ？くしゃみの瞬間？部屋だ、やだ。陽平さんありがとう。朝からそんな。ありがとうございます。昨日に引き続き皆さんすみません。ありがとうございます。くしゃったわ、やめなさい。なんでくしゃみの瞬間だったんだろう。ごめんね、見つけ、ありがとう、みんなのおかげで見つけられた。ごめんね、ありがとう。大変嬉しいございます。くしゃみ記念、え何その記念。みんなありがとう。この調子じゃ毎日朝にできるか分からないよ。ああ、ハートもありがとう。あ、すごい、本当に天気が悪いね。昨日の夜から感じてたけど、あ、なんかめっちゃ風強いな。ハートもありがとね。嬉しい。風ね、すごいよね。え？誰かと思ったら名前変わってた。もやしだ。MT はそっか、今もやし生活か。昨日すごかったもんね。隣の部屋から聞こえてくるうるさい声がね、何回聞こえてきたんだあれは。初見です。嘘つけ、嘘をつきなさい。賑やかでしたね。いい言い方をすればね。もやし生活なんと本当に。タワリコね、生活が心配になるほどの壇上でしたけどね。本当に。
あれが聞きたくて投げてる節あんのかな。もやしはとろとろもやしが美味しいっぽいよ。笑かしてくれるショールームが配信が好きで書いてる。それはおねえんとこじゃなきゃダメだね。眠いね。もう目が開かない。いつもの半分しか開かない。うん、ちゃんも教え、それはね、お姉のとこで教えてもらいなさい。お姉に投げてるわけだから、お姉が説明する義務があるね。お姉は KMT にもやしレシピを共有する必要があるってことだよ。あんな壇上一つや二つでは済まされない、10個ぐらい共有しなきゃいけないからね。レシピはね。ねえねえ、明日給料日なんだ。そっか、月末か。月末給料日だよね。1ヶ月よく頑張ったね。眠いです。HKT1 だけど応援しに来た。メール取ってくれるの、嬉しい。どうして、ありがとう。嬉しい、本当に嬉しい。そんなHKT48 さんのファンなんだって。ねえ、嬉しいよ。ありがとうございます。本当に涙、実際に涙が出ております。ありがとう。メール返信してくださいね。よかったら NGT48 劇場にもぜひお待ちしております。ああ、手紙ありがとう。楽しみにしてるね。嬉しい。あ、そうだ、ちょっと待って、ママ呼ばれてる。ボンちゃん、ボンちゃん連れてきて。眠いからワンコ連れてきてもらえば。あ、掃除機です。今下でルンバさんが働いてますね。知り合いのガッタハの方に連れてきて。え、本当に嬉しい。あ、私は前座なので、ぜひ前座出演がある日にお待ちしております。嬉しい。え、もしかして違う方のファンなのかな。たまたま私が気になっただけ。ポン、おいで、あーおいで、ポン、あふん、ポポが来てくれました。ご挨拶。こいつ。あっ、こいつ、あ、ごめんなさい。だからごめんなさい、本当に。こやつはなんせ犬なもんで、人前でゲップをしちゃいけないってことね、わかんないんですよね。よいしょ。あー、ごめんごめん。
よい、ここにおいで、お、はい、横に、あ、名前が隠れるな、逆だ、お、ぽちゃん、逆、逆、逆、こっちこっち、はい、こっち、け、そうです、よいしょ、こう、あー、違うでしょ、そうだよ、ここに座るよ、はい、耳だけのご登場ですね、いい子だね、ゲップをしていたとは思えない寒いかな、あれだな、お利口さんというよりはうちの家族の言うことを聞くワンコなのです、他人にはワン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 吠えて収拾がつかないのですよ、これをポンポンの、はい、いいよ、あったかい、噛まない、でんでん噛みませんはあ、おお、ねえねえ、これから1週間ずっとこんなことをしますよ、抱っこね、おいで、いい子です、ふふよ、ポムくんです、やっほー、比較的言うことを聞くのはこの子ですね、ペロさん、ペロくんもいるのですが、ペロくんは私にはあまり懐かずお母様にべったりなので、ポムくんです、ポ、パピプペポ、マミムメム、マミムメムじゃないわマミムメモのポムくんです、マミムメムおちゃあ、ポ、そう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 、あとでいい子だからお菓子あげようかね、乙女ちょっと聞いてみましょうそうですね、あれ、私とポムが誕生日が近くて、そしてペロとお姉とお母さんとお父さんが誕生日が近いんですね、あら、あくびして、おらん、かわち、それは、ポー一族はじめまして、おはようございます、ペロさんとポムさんは唇の横、ここを撫でるとあくびをしますね、もうすっかり落ち着きましたポムさん、一応人前ですよでもでもしてるね、ドライヤーの音、いや、わあ、レインボースターもありがとうございます、あ、よーしよし、あ、ほら、あくびしました
おー、どうした？どうした？よいしょ。あ、ごめんね、ごめんね、鼻が今つぶれてしまったね。朝必ずしないと落ち着かないこと、え、な、なんだろう、二度寝かな。何時までか、8時です。8時まででございます。ホームさん、あったかいよ。めちゃめちゃあったかいよ。貸したりはできませんが、うちの子なので。あー、あったかい、本当にこの子。よいしょ。ホムさん用のあったかいとこにさ、はい、おしゃれは。そうです、上手。殺したっけ。から会社に行ってきます。いってらっしゃい。すごい猫、犬です。この子はワンコ。よし、うん、そうね、上手。そう、動物体温高いから。犬の種類はポメラニアンとチワワのミックスちゃんです。はい。それ犬、そうですね、ワンコちゃんです。何歳、今は2歳、次で3歳ですね。はい、ポム、はい、ポム。おとなしい眠りだけだと思います。今はこの子は本当にやんちゃで、お兄ちゃんの、お兄ちゃんのというのはペロの、ペロが遊んで欲しくて持ってきたおもちゃをもう横から奪って自分のものにするような悪ガキですが、いつもニーニーが我慢して、やんちゃやん。そうなんです、ペロくんの方がいい子なんです。よく吠えるのは、ね、同じぐらいペロに合わせてポンちゃんが真似するって感じ。今眠いだけなんだよね。そして配信だから猫かぶってる犬なのに面白くな面白くないんだけど。兄弟というより全然その犬種は違うんですが、お迎えした時期がペロの方が先なので、お兄ちゃんをしてくれているなって感じです。うん、あくびして猫をかぶる。そうですね、眠いね。ねえねえも眠いです。犬種が違う、そう、ポメックスとポメチワです。血縁関係はない。まあ、お花ありがとう。ふう。アンナちゃんにべったり。そうね、この子は私のことが大好きなんだ。みんなも眠いよね。ペロ君は眠派、認めたくないけど、そうかな。4期生とあんたちゃんも増やしてください。嬉しい、
見つけてくれたんですね。そんな目立つようなパートをやってるわけではないんですが嬉しい。ああ、嬉しいな、ぽちゃん嬉しい。おはよう、おはよう、朝、朝です。何来るの、いいよ。あ、通り過ぎてった。ぽちゃんどうし、あ、お尻丸見えやった。ほれ、おいでや。ここにね、塗っちゃえば見えるんじゃない。ぽ、前向いて、見て。さすがに。わわ。昨日の歌ちょい衝撃的。え、そうっすよね。間違えてばかりで本当に申し訳なかった。反省してもう今日はしないと思いますっていうぐらいです。昨日のカラオケ配信を反省してもう本日はしないかなってそのぐらいの感じです。歌詞を間違えたり、歌詞じゃなくて音を間違えたりする、最悪です。お姉の部屋好き、お母さんに言われた。お姉の部屋はうるさすぎるけど、アンナの部屋はシンプルすぎるからこういうのを置きなさいと言われたもんで置いてみたりしました。ちょっと埋まったね、隙間、空間が。うん、お姉の部屋はうるさすぎるね。声だけじゃなくて部屋もうるさいし。それはわかるかも。ゲーム TVer、 あの同調してはいけないワードではなかったかい。確かに。あ、お姉が始めるわ。ゲームって言ってらっしゃい。またね。これを見せたかった。見える？少なからずいるかなと思って。ポウスケ、あ、来たのかい。自分のグッズはまだ持ってないです。ちなみにまだというか、すっごいのがなってる。これからも持つ予定は特にないけど。ああ、またありがとう。お姉配信始まる。はい、ここからカニをつけている方々のコメントが格段に減ります。
じで。お茶。伸び伸び。下行きたくなったの？秋正面。秋正面。かくいう私もあの残りは15分ということで、もうベッドの方行ってればいいよ。ポッ。ああ、テーブルに潜った。おお。お茶。勝手なことしないんですよ。はい、つって戻ってきました。カニなしなので。ありがとう。ぼちぼち仕事に行く準備をします。頑張ってね。そうだよね、お仕事の方は準備をしないといけない時間ですけれど、流し見してください。ん、眠たいんか。眠たいぞって。おはようございます。ふふふたはは。もう職場近くまで憂鬱な気分ですね。語尾が点点点がついてるから、今日は休みです。おお、お休みか。一日ゆっくりしましょう。ワンコかわいいでしょ。あと少しで終わる。え、お仕事が？え、夜勤？夜勤かな。柏崎市は雨が降ってきて風も。あらまあ、こちらもそこそこです。こちらもそこそこ雨風が強くなってきました。移動しているのか。ポチコ、わあ。朝からすごいです。朝から声出てます。ゴールデンウィーク中天気というね、本当に土地にセンターした時どんな気分。どこに、基本どのポジションにいても私がセンターかなって思ってもらえるくらいいいパフォーマンスをしようって心がけてはいますけど、やっぱりなんか0番に立つと、ほう、なんかパフォーマンスの先頭って感じがして、なんか緊張します。楽しさというより緊張がやっぱ勝っちゃって、聞いてくださいが本当に投げやりみたいな、聞いてください聞いてくださいみたいな感じになってた。見返したらさ、なんか私が出てない公演の前座も見るようにしてて、で、あ、この子のパフォーマンス中のこういうところがいいなって思ったら、もうそこは次までにもらうようにしてます。センター行ってね、うん、やりたい。またセンターしたいです。まあいつでもセンターですよね、皆さんにとっては。私はそうですよね。あ、ダンス以外の部分もなんか盗んだりしてます。表情とかもちろんよ。言わせてる感あるね。お茶。あー、ねーねのセンターどうだった？でもなんかやっぱたまにやるからこその特別感
ある気がします。やっぱりなんかなんだろう、ずっとやるとそれに慣れちゃう気がして、うん、いつもは下手寄りだから、うん、たまにセンター立てたらなんか本当に真ん中の方々にもアピールできるなとか、たまにたまにって結構大事だと思います。当たり前になったらもうパフォーマンスのクオリティも下がるって思いますし、静かな眠いんです、この子今眠くてね、眠いんだよね。いつその劇場に来られる方っていつこの方は初めてだなとかわからない方もいると思うし、いつなんか初めて見られる方が来てもいい、なんだろう、その4期のパフォーマンスをいいと思ってもらいたいし、できれば劇場に来てくださる方全員に褒めていただけるぐらいのパフォーマンスを したいので、毎回直せる要素は直して次につなげたいと思ってます。はい、劇場行ってもまなちゃんがいない可能性ね、それもそれはそれそしたらもう違うこの前座もね楽しみにしてもらいたいし、って感じ。激あくびやばすぎる、ピンクシロ振って振って振ってね、ピンクシロ振ってね、いい、怪我に気をつけたありがとう、怪我に気をつけて、怪我しません、全然大丈夫です。ピンクシロ振ってる人増えた、本当に嬉しい。ピンクシールだけじゃなくて他の方もね見るようにしたいんだけど、やっぱりどうしても見ちゃうよね、わピンクシールだわーいと思って目線がもうそっちに行っちゃうから、そうそう仕事頑張って、今週会えるだ、会えたらいいな、またね。先月末から全然あんなにあんないない子が、そうかな、17日以来か、あ10日ぶりぐらい、そんな前座はね20日に4期イベントがあって、21日は私はお休みしてたから、してたっていうかお休みだったから、おうね、そういうことなんです。実に10日ぶりの前座ですね。嬉しい、ピンク白に赤もです村民ですからね、はるかさんしか見ないということでルールがありますからね。連続頑張ります、早起き、配信をいつしようか本当に悩んでいます。いつしたらいいんだろうね、あ楽しみにしてます。こちらこそみんなに早く会いたいです、できる時で、そういうことを言ってしまうとね、そうできる時はあるんだけどね、そのなんて言いますか、ゆるゆる公演のリハしたり お出迎えの準備とかがあったりして、うーんできないかなって感じかな。
だから朝夜、うん、早く起きるか帰ってから時間があったらするって形に。会社に到着しました、うん、頑張ってね。そうだよね、大変だ。そう、顔認証があるからなかなか公演の2時間前にはもう始まるから、顔認証が。今朝はスクショ団長ですか、します。私のスクショはしないでください。顔認証はやはりランダムなのでね。ランダムなので皆さんが、人は選ばず覗いてみた、応援してる推しじゃなかったって思っても、顔認証してもらう間に話したら、もうなんかこの子もいいかもなってなるかもしれないし、そういうこともありますから、ランダムだからこそ56分ランダムだからこその良さあります。私ともう一人いて、どっちかが推しだったらそっちに行けばいいっていうことで、はい、壇上読んでいきます。13位リュウさんありがとうございます。12位ヤヘイさんありがとうございます。11位ノアパパさんありがとうございます。10位もやしさんありがとうございます。9位松尾さんありがとうございます。8位おしょうさんありがとうございます。7位ぐっちさんありがとうございます。6位亀仙人さんありがとうございます。5位マサさんありがとうございます。4位のりさんありがとうございます。3位日焼けさんありがとうございます。2位大さんありがとうございます。1位陽平さんありがとうございます。朝からタワーも本当に嬉しいです。はい、めちゃめちゃあくびをしてしまい本当に申し訳ない。で、皆さんの方が眠いはずだし疲れているはずなのに、はい、またねと言いたいところですが、8時ぴったりに切りたいなと思います。はい、配信ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。ただもうずっとこの子は私を見ている。ただ見に来ていつも通りコメントしてくださったり楽しんでくださるだけで私は本当に嬉しいし、そのためにやってるので、なんか無理しないでくださいね。はい、次は17時。そうです、17時から始めます。はい、みんな待っててね。お仕事の方は本当に無理せずお仕事に集中してください。あの21時からもありますから。ぽっちゃぽっちゃおいでおいで、よし、次ちょっと置く、全然いいよ、顔出してる時出します。イエーイ、待ってます。配信ありがとう。こちらこそね、楽しく頑張りましょう。本当に無理せず一日元気に頑張っていきましょう。配信ありがとうございます。こちらこそ、もうちょっとだね。またね、よっこらって、一回またね。見えてるかな、切りたいと思います。またね。